ご視聴ありがとうございます。見るだけでマッサージがうまくなる動画、ゴッドハンドトレーニングチャンネルです。セラピストのためのマッサージの基礎講座。今回はマッサージを仕事にする人につきものの指の痛みについて話していきましょう。マッサージというのは物理的刺激ですから、必ず負荷のかかる部分が存在します。どれほどベテランになっても、この母指をマッサージで使っていく以上、指が痛くならないということはありません。ただ経験の浅い人よりは痛くなりにくく、また痛く感じにくくなっているということがあるわけです。痛みというのは原因がわからない、経過がわからない、この後どういう風になるのかわからないものに対して強く感じるという特性があります。例えば擦り傷や切り傷など、明らかに経験したことのある怪我と、捻挫や骨折などのように経験したことのない、どのようになるのかわからない、現状どうなっているのかわからないような痛みの方が、未知の痛みであるために痛みを強く感じてしまうという傾向があるわけです。そういった親指が痛くなった場合にも、指の痛みというのがどうして起きるのかということを知っておくことで、痛みに対する恐怖が減ることで痛く感じにくくなる、そういうふうに人間はできています。まずは指を解剖学的に見て、なぜ痛くなるのか、どこが痛くなるのかを理解していくことにしましょう。このように関節というのは屈曲伸展のために、腱が背側と小側にあり、側方の動揺を防ぐための靭帯というのが側面にあります。これは指の基本的な構造で、この靭帯と一体化するように関節包が関節を包んでいます。関節の中には軟骨の表面、関節滑膜という組織が関節の動きを滑らかにするためにあって、その部分が炎症を起こしたりすることを関節炎と言います。マッサージの場合は親指を伸展した状態で繰り返し圧がかかることが多いので、一番痛みやすいのはこの関節の腹側の腱が伸ばされていく部分、ここにまず痛みが出やすくなってきます。それが次の関節付近の伸展部分で腱鞘炎となって痛みが出る場合もあります。そして圧がかかっていく爪の周りが挫滅して豆になったりして痛む場合もあります。こういった痛みが出るというのは、腕に負荷がかかりすぎている状態なので、このまま無理をしてマッサージを続けるということをあまりしない方がいいです。しっかりと休みを取ったり、炎症を取る処置をして痛みが引いてから、また指を使ったマッサージをするようにしなければいけません。これらは反復する負荷が引き起こす現象ですので、親指以外の部分を使ったマッサージというのをメニューに組み込んで、親指のみに負荷がかからないようにするというのも一つの手になります。また指に圧をかけた時に急に痛くなったり、その痛みが急に消えたりする場合があります。その痛みの仕組みというのは、こうして下伸展された関節の広がった隙間側に関節包などの組織が巻き込まれて、関節の隙間に挟まってしまうことで起きる痛みであると思います。この痛みの場合は、例えば指を曲げ伸ばししたり、少しこう引っ張ってみたりすることで痛みが消えたり、クリック音、つまり雑音とともにその痛みが消えてしまうような現象があります。それはこの巻き込んだ組織を牽引しながら動かすことで、関節の隙間から排除して痛みが消える、そういった現象になります。この痛みの場合はあんまり慌てることなく動かせば痛みが消えるので長引くことはありません。ただしこういった痛みを繰り返すうちに関節炎になって、関節の周辺が赤く腫れてくる、周辺から押さえて関節に強い痛みを覚えるようになったら、それは指を使ったマッサージを控えなければいけないと覚えておいてください。指自体がマッサージの負荷に耐えきれない、
もしくは使いすぎてしまっている場合は母子以外のマッサージを組み込むことが必要です。この手のひらや前腕の骨の部分を体に当てて、そこを使うことで母子の負担を減らしていくということが必要です。もう一つは母子のこういった腱に反復する伸展外力、靭帯を伸ばしてしまうようなバランスの悪い指の使い方をしないように練習することも重要なことです。うまく骨に体重を乗せるという訓練はマッサージの基礎講座の方でも解説したことがありますが、骨の配列の上にきちっと体重を乗せる技術があれば、こういった靭帯や腱に伸展する外力をかけることなくしっかりと指に体重を乗せることができます。この技術を磨くコツとしては、指が痛くなってきた時にそのバランスを探るということが重要だということです。例えば形の悪い石同士をこのように積んだとします。この状態で重ねても石は落ちてしまうだけになります。ところがこの軸に対して接点があって、ここに対して軸に圧がかかる状態、つまり基礎講座でも解説したように、指が伸展位、屈曲位、 DIP で伸展した状態、MP で屈曲した状態で体重をかけるということを以前の講座でもお伝えしました。この状態で体重をかけるというのが、この石のバランスのようなことになります。しっかりと体重をかけることで、この石を模したように骨の上に軸を通す圧力がしっかりかかることで、安定して周辺の靭帯や腱に頼ることなく親指に体重をかける、そういったバランスが存在するわけです。これを見つけるためには、この痛くなった部分が痛くないように抑える、この状況でバランスを探すというのが一番効率的になるわけです。つまり指が痛くなってきたと感じたら、その痛みが消える方向に少しずつバランスを変えて抑える、そういった訓練が効果的であるということです。このバランスは自転車や竹馬などと一緒で、一度コツをつかめば周辺組織に負荷がかからないようにうまく体重を乗せるバランスを身につけることができ、たとえしばらくマッサージをしなかったとしても、すぐにそのコツをつかんだ状態というのを再現することができます。ですのでマッサージをしていて指が痛くなり始めた時に、その痛みを消せるバランスを探す、これを繰り返すことで、しっかりと体重を骨に乗せる、そういった母子の使い方の訓練ができるということを頭に入れておいていただければと思います。セラピストのためのマッサージの基礎講座、母子の痛みについての動画、いかがでしたでしょうか。痛みに耐えて頑張ってほしいというわけではなく、痛みを感じるときにマッサージの指のバランスを整えるチャンスがあるということを理解していただき、その他のマッサージの方法も使いながら、ご自身の体に無理なく楽しめる仕事としてセラピストを続けられるように工夫していただきたいと思います。指にかかる負荷に耐えながら仕事をして太い指になるのも悪くはないとは思います。ですが、そんなことをしなくても十分マッサージの効果は発揮できますし、実際私も20年以上母子によるマッサージを使い続けていますが、関節が変形するというようなこともなく、指が極端に太くなるということも起きていません。指先は少し角質が厚くなったり乾燥して割れることもありますが、長い時間マッサージもできますし、もちろん痛くなることもあります。肝心なことは、それがどういうことなのかを知ることで、痛みに悩む必要もなく、痛みが続くこともないようにコントロールできているということだと思います。この動画を見ていただいたセラピストの皆さんも、指の痛みを理解してうまくコントロールし、最高のパフォーマンスを発揮できるコンディションを維持していただければと思います。この動画が参考になったという方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは
これからも見るだけでマッサージがうまくなる動画、ゴッドハンドトレーニングチャンネルをよろしくお願いします。